はい、またまたホーネットやっちゃいました。今回お見せするのはテレスコピックモデルです。なんと姉妹スプー48センチ50センチです。もうこんなコンパクトになっちゃいます。組み立てもめちゃくちゃ簡単です。引っ張るだけです。引っ張って伸ばすとはい、もつりできます。これが何フィート？これ6フィート3インチです。 ML アクション、バスだけじゃなくて海とかでもプラグも引いてもらえるように設定しました、はい、もう一つはですね、ベイトモデルです。これはまあ王道の6フィート6インチ、はい、ね、こちらベイトフィネスもできるようなセッティングで作ってます。この釣りのところが全然違和感ない感じなんですね、今のところ。そうなんです、めちゃくちゃ綺麗に実は回ります。これ5ピースなんですけど、こんな感じで綺麗にベンディングします。頑張れよ。強度も全然問題ない、はい、これで根魚も釣ってきましたって、はい、はい、畳むのも超簡単です。回しながら入れてくださいね。カンカンしないでください、はい、カンカンはダメなんですか？カンカンダメです。こういう口が割れちゃうことがあるんで、はい、カンカンしないでください。カンカンしないで、はい、止まっちゃったら指でガイドを押さえて回してください、はい、そうすると簡単に外れます。絶対カンカンしない、はい、こんな感じですね。これですね、ジャコジー、今回ちょっと持ってこれてないんですが、ティップガードをついて、さらにこういうケースもつきますので、はい、保存するときも安全です。あ、なんかコアなところからこういう本当かゆいところにプレートの系が本当充実してきたんですね。はい、今回ホーネットはその辺しっかりとやってます。スタンダードモデル、特化型モデル、こういったマルチピース、テレスコモデル、はい、ホームページも3つに分けて、はい、作りましたんで。ホームページには変態って書いてないんです。ホームページ変態書いてない。変態は特化型モデルということ。そうなんです、ホーネットテレスコピックモデル、ゴールデンウィークぐらいの時には出てきますんでね、ぜひ注目ください。ありがとうございます。